プロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、いらっしゃいませ。さあ、先ほどまでですね、もうすごい M リーグの熱い話振り返っていただきまして、はい、さあ次に何を聞くかと言いますと、はい、グラビアの丸々を教えてと言いますので、ね、丸々って何ですか？急に趣旨変わりました。これ丸々というのは、はい、まあ、いろんな話が聞きたいなということで、あえて丸々と書かせていただきました。高宮さんはですね、グラビアの活動もされておりまして、マージャン以外にもいろんな、ね、現場で、ね、活動されているということで、その中で、まあ、裏話というか、こういうことがあって新鮮な思いがあったとかね、うん、あ、これは普通じゃ体験できないことだったなとか、そういった裏話が聞きたいなということで、はいはい、マリチューさんもグラビアのお話はですね、一緒に共感できることもあると思いますので、はい、グラドル仲間でグラドルなんですか、私もいると思うので、いや、いいですか、ありがとうございます。グラドル仲間の2人にですね、いろんな話を聞きたいと仲間になった思っております。グラドルだと先輩的にはもうマリチュー、いや、めっちゃ、いや、グラビア歴めっちゃ長いくないですか、多分。あ、でも10年もらもぐらい全然ない。そうなんですよ、姉さん、グラドル仲間とか申し訳ない。いや、めっちゃ嬉しいです。グラビア姉さんだったんですね。そうです、グラビア姉さん大先輩ですよ。そもそもそのグラビアを高宮さんがやられたきっかけっていうのは何でしたっけ？連盟カレンダーです。あ、気づかれちゃったんですね。でも始めたのって22かな、連盟入ったとしてから。グラビアやる方、10代からとかやる方も結構いるじゃないですか。だからデビュー遅めるかなっていう感じだったんですけど、でも10年ぐらい、11年ぐらい続けさせてもらって、もしかして私ベテランになってきたみたいな。本当にそこから DVD も 何枚も出されるの、結構私より多分出てると思うんですよ。9本か10本ぐらいだと思うな。めっちゃすごくないですか。この間10作目出したような気がする。継続してね、そうなんですよ。すごいなって。なんかその一応連盟との話し合いで、でその1年に2、3本にしようねみたいなのがあって、本業でやられてる方よりもたくさんはできてないなっていうのが自分の中であったんですけども、うん、まあ、細々とですけど、こうやって続けられてるのはありがたいことだなって。全然細々じゃないですよ。出すたびに大ヒット。いやすごいですよ。まあ、売れないと出せないんでね。そうですよね。やっていただけるとありがたいですね。出し続けるってすごいですよ。なかなかもう今の時代ってそういう DVD オファー来ないんですよ。もう、うん、なんかグラビア DVD やるならもうエロいことしろって言われちゃうのが当たり前で、うん、高宮さんはあのすごい清純派のDVD しか出されてないですよね。そうですね、だから健全な方だと思います。 それをずっと出せるというのは本当にすごいことなんですよね。あの、うん、日本プロ麻雀連盟がしっかりカットしてるんで、さすがですね。あ、これちょっとダメですね、これはダメですね、ダメダメですね、っていう結構こうなんていうんですかね、枠がある中で、あのオファーしていただけるっていうのは本当ありがたいなと思うし、はい、くれてる人飽きてるかもしれないんですけど、飽きないですよ。いやでも1年にね、1回ぐらいのペース出てるってことじゃないですか。そうですね、はい、すごい。で、マリチュさんは持ってるって言ってましたよね、はい、その、まあ、写真集の方も、ね、見ちゃいます、パイパイ見ちゃいます、見ちゃいます、みんなでちょっと見ますちょっとだけですよ、ちょっとだけちょっとだけね。そう、グラビアセレクション、わあ、自分も買うんだけど、おお、結構ごまきとか持ってるんで、いっぱいある。読み終わった？読み終わった読み終わった買っただけじゃなくてちゃんと見てくれてた。でもカメラに映さないで、著作権だから著作権だからね。このちょっとゆりっぽいのが最高。あと SF っぽいのちょっとありますよ、ね、ありますね。ちょっとエロいんですよ、なんて言うんでしたっけ、この、うん、このなんていうの、ボンテージ、このここで締める、なんかおっぱいギュンって上に上がる、コルセットみたいな。あ、コルセットです。コルセットだ。2人ともつけちゃったりして、あと青春派な、あのちょっとワンピースみたいなのとか、もう最高ですよ、下着っぽいベッドのシーンとか。確かに2人でやるっていうのもあんまりないから、パイパイシリーズもすごい新鮮だし、良かったですね。やっぱ今第2弾まで出てる。3弾ロアプラス総集編みたいなやつがあります。じゃあもう好評だから続いてるわけですもんね。そうです、そうです。めちゃくちゃ売れてんだもんね、多分。めちゃくちゃ売れてますよ。いやいや、売れてます。高宮さん、好奇心あるじゃないですか、はい、いろんなこと挑戦したい方じゃないですか。そのグラビアをやって学ぶこととか、なんか、ああ、こういうもんなんだなって実感することとかってあるんですか？いや、結構いっぱいありましたよ。基本、勉強とか本読んだりとかして過ごした中学校までと、で、高校から遊ぶっつっても、仲いい同じ年代の子たちとわちゃわちゃするぐらいの感じだったんで、人前に出るようなお仕事っていうのは、自分がやるとは全く想像してなかったし、その
下準備とか心準備も全くしてなかったので、実際の現場ってこういう感じなんだっていうのは結構いろいろ発見がありましたね。初めての撮影とかめっちゃ緊張しますよね。緊張しますね。グラビア一本の方とかってそんなにめっちゃ大変だったとか言わないじゃないですか。でもめっちゃ大変だったよ。DVD 過酷ですよね。体力的にかなり来ると思います。高宮さん心配です。私ね、私ね、結構毎回しんどいんだけど、 でもみんなこうやっぱニコニコしてこう笑顔とか、そのセクシーさだったりとか綺麗なものを届けるっていう点でみんな大変って言わないんだと思うんですけど、ちょっとね、マージャンプロもやってるって立場から言わせてもらうとめっちゃハードです。インドア派には結構過酷なんですけど、でもなんかやっぱなんか撮影のスタッフの方とかもみんないい方だったりとかで、そのマージャン以外の方と触れ合う機会、やっぱ皆さんお仕事でやってる大人じゃないですか、はいはいはい、いろんな大人と出会えるっていうのはすごく良かったですね。私の人としての部分に、はい、まあ、みんなプロですからね。真剣にやってるから、だからでしょ、なんかこう大変でもやんなきゃいけない、大変でも私も頑張ろうって思えるし。なんだろう、やっぱりね、こう私こう人間的に大丈夫ですかみたいな感じで育ってしまったので、まあ親とか途中で諦めたからね。何にも小中で一生懸命やってたもん。諦めて、もうとりあえず勉強頑張るみたいになってたから、その欠けてたものを結構、あ、でも麻雀もそうなんですよ。いろんな人と会って、で麻雀って相手が何考えてるか考えなきゃいけないじゃないですか。それが本当に向いてなかったんですけど、ちょっとずつ考えられるようになってきたかなみたいな感じで、でもそれってそのグラビアとか他のいろんなお仕事して、いろんな大人の方とお仕事できたのが私にとっては良かったかもしれないですね。麻雀にも生かされてるのかなみたいな。そうですね、人と関わるっていう意味ではそうですね。やっぱ麻雀対人戦なので、本当自分のことしか考えられないで、あの別に自分勝てって意味じゃないですよ。なんかあんまり人の気持ちを理解できないみたいなところから結構普通にいろんな人と話せるようになりましたかね。やっぱ入会当初に比べると、ほんともっと誰とも喋れないみたいな感じだったのが、結構今いろんな話せる人ができたのも、そういう社会勉強、社会経験のおかげかなと思って。全力で臨んだ結果、麻雀に帰ってくる。いや、よかったね。なんかその支障が出ると言ったらちょっと変ですけど、はい、まあ、ちょっと勝手に印象なんですけど、例えばその撮影前とかに、例えば体を絞るみたいな、はい、例えば期間があったとして、はいはいはい、例えばご飯をちょっと我慢するからお腹が空いちゃうけど、はい、その時に体調があって集中力がみたいなことはなかったりして、まあ、なかったですね。あの別にもともと生活できないんであれなんですけど、はい、そのグラビアのために絞るとかもできない。細いから、すごいですね、やんなくて大丈夫そうな気がします。前提としてなんかそういう、まあ、ボクサーじゃないですけど、ね、試合前はこう体作るみたいなイメージなのかなと思ってたんですけど、そういうわけじゃないんですよ。やった方がいいだろうと思いつつ、でもやっぱり対局の前って絶対食べたいんですよ、前の日とかは。でも普通に私コロナの、 あの何緊急事態宣言の時に勝手に激痩せして、あれですよね、ですよね、っていうおっしゃってましたね、前回。そう、感じで、もともとちゃんと暮らせてないので、あの仕事の影響でとか関係ないですね。ただ私がちゃんと暮らせてないっていう、常にちゃんと暮らせてない。すごいですね。でもマリッチュとかだって撮影前なんか結構絞ったりしてるよね。本当にめっちゃそうですね、断食して、私今体重であるんですけど、撮影前なんで5キロぐらい落としたりとか、差がすごいです。撮影前に絞ったりって聞いてたから、なんかそういうのってなんか結構大変そうだなってやっぱ思って、でもその激痩せの時はむしろ太ろうとしてました。やばい。グラビアなのに、もう本当に肩とかカリカリだったんで、なんか話もらってごめんなさいみたいな気持ちなんだね。ある意味その細すぎてもダメみたいなのがやっぱあるのか、まあ、なんか女性ライン、女性らしいラインか、そうとかは。 ね、でも高宮さん、私グラビアいっぱい見てますけど、すっごい細くてバーンだから、それがやっぱ魅力な気がします。胸落ちないの本当すごいです、ご飯食べずに。本当にその時なんか髪も短く切っちゃって、あー結構これはいいんだろうかって思いながら、いい大人な感じでした。あのだからパイパイも一番最初のやつって、なんかブリーチ入ってて、はい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 、本当に単発だったんで、うんうんうん、これはダメではと思ったんだけど、まあ間に合わないから逃さないで、そう、いっちゃうみたいな、なんとかしてもらった感じですね。全然大丈夫、いい女感が
溢れ出てました。まあ、中さん的に勉強になるところあるんですか、その高宮さんの写真集とか。あ、なります、なります。なんか表情の作り方とかすっごい上手で、なんかどういうことを考えながら撮影してるんだろうっていうのすごい思いました。本当に、うん、私はあまりちゅうちゃんの見てね、すごい可愛いけど私には真似できないと思いながら、このフレッシュさみたいな、合法感、そう、合法感してるわ。対照的かもしれない、ね、これは唯一無二だって思いながら見る。グラビアの確かにジャンルがまた違いますよ、ね、全然違う、全然違うんですよね。いいな、いいなと思いつつ、これ私がやったら合法じゃなくて犯罪になっちゃう。いや、ちょっとやってほしいかも。スポブラ、あの、ジョジのつけるスポブラとかちょっとつけてほしいかもしれない。本当にランドセル似合うじゃん。すごいじゃん。私、はい、私やってみ。見たい。大変なことになる。いや、ファン。いや、待ってます、待って。いや。その高宮さんのファンのマリチューさんからすれば、全然それは OK ですよ。ありオブありです。ありオブあり、あるのかもない。見たすぎる。また売れる。いや、また売れる、また売れる。いや、自分で見てゾッとする感じなんですけど、これは唯一無二だって思って見てる。ありがとうございます。そこなものとして見てる。でも、グラドルさんももういろんな方いっぱい、そうですね、いらっしゃってね。結構もう、なんていうんですか、若い子もいるけど、30過ぎても、うん、なんなら40近くの方でも全然まだまだグラビア第一線で活躍されてるから、うん、すごいです。33歳、うん、なんか自分の中ではあるの、なんかその需要があるまではやるみたいな。お話しいただいてる間は受けさせていきたい、うん、いただきたいなとは思ってます。その逆にそのグラドル1本でやってない分、うん、そのだからこそ長くやらせていただくっていうのも、グラビアはグラビアで一生懸命やらせていただいてるんで、うん、っていう気持ちはありますね。うん、そのガーってやって、うん、もう30で卒業とかもありだと思うんですけど、うん、細々っていうか、うん、間を置きながらやらせていただいてる分、うん、そうやってお受けさせていただけたら嬉しいなって思います、ね、無理なくみたいな感じで、無理なくできればみたいな、はい、マリチューは？私も需要がある限りはもういいんじゃないって多分噂になっちゃうと思うんで、その時は、うん、多分そしたらもういいかなって思うかもしれないけど、45ぐらいまで見たいけど。そう、できるんだったらやりますよ、全然。いや、マリチューはその後どうする？え、その後ですか？金持ちと結婚とかしたい。正直な話、正直な話。ちゃんと雑学なんで、それはしましょう。成功パターンではあるんだ。そう、グラドルが目指すとこって結局ね、そこめちゃくちゃ欲しいですよ、欲しいですよ。結構売れてきた、売れてたグラドルさん、ちゃんとお金持ちで結婚してるんですよ、どこに見つけるんだって思いますけど。それが上がりなんだね。あ、そう、上がりね。そうか、金持ちと結婚するんだ。まあでも、そんなに頼らず、まあね、私あんまりなんか怒られるの好きじゃないから、うん、自分の力で稼いでちゃんとお金積み立てて、ね、老後苦労せず猫と暮らせればいいなと思ってます。そうね、うん、本当に確かに結婚に関して言うと別に頼りっきりにはなりたくない、うん、あ、そうですよね。自分の中で一番偉いのって立身なんですよ。別に出世まではやらなくて、立身出世の立身できてればいいなっていう気持ちがあるから、だからまあ結婚して辞める辞めないは置いといて、うん、やめてよって言われたら嫌かもしれない。ああ、私もそうですね、うん、自分で決めるしみたいな。そうそうそう、あなたに決められる筋合いはないですよね。だから私が私自身の節目として結婚するタイミングで卒業するかもしれないけど、うん、私が決めるって感じですね、うん、はい、確かに左右されたくないですね、うん、そう、わかる、めっちゃわかる。尊重してほしいってことですね、うん、尊重してほしい、うん、自分の仕事のことは自分がやっぱ決めたいなっていう気持ちがありますね。わかります。結婚論になった。結婚論になりました。でもそこはやっぱお二人共通ですから、やっぱお二人ともちゃんとしたなんか志があるからこそ出てくる、で、言葉なのかもしれないですけど、全力でグラビアやってるから今結果も出てるしと思いますけどね、はい、マリチューさんに早く結婚相手見つかるといいね。まだ大丈夫、まだ大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、ね、まあ自分で稼げてるから大丈夫。ちゃんと言ってくれる、ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、こちらの方もいっぱいお話聞けましたので、ちょっと休憩挟んでまた違う話を、はい、聞いてお願いします。続いてのお品書きは、マルタカフェなんでオープンしたのということで、高宮さんはやりたいことあんまないなとか趣味あんまないななんておっしゃってましたけども、カフェは、ね、オープンされたということで、これちょっとオープンされた理由とか、うんうん、なんかいろいろお話聞きたいなと思っております。ここから始まる稲妻の千葉